はい、始まりました。三鴨鍼灸接骨院のサッカートレーナーの世界、トレーナーの竹本です。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。このチャンネルではプロのスポーツトレーナーが実際にトレーナー活動を行う時の考え方や目線などをお届けするチャンネルになっております。トレーナー活動やテーピングの巻き方、ストレッチの仕方などに興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では早速今回の動画は JFL17節、FC マルヤス岡崎対奈良クラブの試合態度の様子をお届けいたします。試合は明日の7月31日土曜日15時キックオフになります。会場は奈良県、ロートフィールド奈良というスタジアムで行われます。アウェーでのゲームになりますので、前日からの移動になっております。選手は、9時から前日の最終調整を行っておりまして、今準備をして、集合しているところになります。現在の時刻は11時40分、12時に、出発予定となっております。では選手が集まり次第出発していきたいと思います。行ってきます。12時に岡崎を出発して、現在1時20分、最初の休憩地の亀山のサービスエリアに到着しました。遠征での移動で一番注意することとしては、同じ姿勢で、体が固まってしまうことによってもコンディションが悪くなってしまうので、こまめに休憩を取りながら、今一度バスから降りてもらってストレッチをしてもらってます。こんな感じでストレッチを行ってます。今ホテルに到着しました。時間は予定通り3時30分に到着しました。今から部屋に行って準備をして、選手のケアを始めていきたいと思います。トレーナールームになります。ツインルームを取っていただき、1台、ベッドをどかしてもらっています。そこにこのようにトレーナーベッドをどかしてもらって、選手のケアを行えるようになってます。食事の風景になります。ビュッフェ方式です。はい、試合当日になりました。現在の時刻は11時20分になります。選手の出発は12時30分になりますが、スタッフの我々は1時間前の11時30分にホテルを出発して会場に向かって準備をしていきたいと思います。スタジアムに到着しました。今から準備していきたいと思います。ロートフィールド奈良のスタジアムを紹介します。グラウンドになります。でこちらから、通路を通ってロッカールームの方に向かっていきます。今回は、ロッカールームの外の通路にベッドを置いております。ロッカールームの準備が整いました。選手たちも到着して着替え等の準備をしています。ウォーミングアップ前にストレッチを行っております。ウォーミングアップ前に行うストレッチの意味合いとしては、筋肉を伸ばすという目的だけではなくて、この選手に関しては
前日の移動などで腰に張りを訴えてましたので、前日ケアで腰を重点的にケアを行っております。その状態が今どうなっているかっていうチェックの意味合いが多く含まれております。チェックした感じで、張りが強く残っているようであれば、さらに、ストレッチなどで刺激を入れてもらえますし、逆に緩みすぎているような場合であればチューブなどを使って刺激を入れてもらって、その状態で、ウォーミングアップに入っていくようにしております。試合前にグータッチをして選手たちを送り出していきます。この時声を掛け合い、雰囲気を盛り上げながらチームとして気持ちを一つにして試合に挑んでいきます。雷が鳴ったため試合開始時間が遅れております。雷が、収まらず試合が中止になりました。また再試合になるようです。今から片付けて帰ります。はい、今岡崎の方に到着しました。現在の時刻は、21時30分になります。本日の試合は、奈良クラブに先制されて、前半残り時間少ないところで同点に追いつき、ハーフタイムに入りました。そのハーフタイム中に雷が鳴ったということで試合開始が25分間
遅れて、中断を開けて後半開始早々、カウンターから追加点奪うことができて、さあこれからっていうところでまた雷のため中断して、そのまま、雷が鳴り止まずに、試合が中止になりました。再試合になるということで、本当にこれからっていうところでしたので、まあ、最後までやりたかったなっていうのが思いではありますが、仕方のないことかなと思います。今回の動画では、初めての遠征ということで、前日の移動であったり、ホテル内でのケアであったりとか、まあ、またイレギュラーで雷が鳴ったということもあって、そちらの対応もさせていただきました。まあ、難しかったところとしては移動っていうのが、奈良までで3時間半の移動になるんですけど、まあ、それだけでもかなり疲労がたまるっていうところと、今回雷っていうところで、ハーフタイムがトータル40分間ハーフタイムがありまして、まあ、いい意味でクールダウンはできたんですけど、もう一度後半に向かって体を起こすっていうところが、まあ、難しかったんですけど、7、8分間の動的なストレッチを行った後、5分間のピッチ内アップが認められていたので、まあ、そこで、ボールを使いながら体をもう一度動かして、最後にダッシュをして心拍数を上げて、後半に入っていくっていう対応を行いました。結果として追加点も取れたので良かったんですけど、まあ、最後までやりたかったなっていうのが思いではあります。まあ、また今後も、実際の帯同時の様子をお届けしていきたいなと思います。最後に、三鴨鍼灸接骨院のサッカートレーナーの世界では公式 LINE というのをやっておりまして、こちらにご登録いただきますとプロが教えるマル秘テーピン術というのを無料でプレゼントさせていただいております。興味のある方は登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!